はい、どうもこんにちは、サルウィンです。シャドウバースの実況をしていきたいと思います。C1 に上がりました。パチパチパチなのかな。ちょっとまだね、あんまり数をこなせてないんであれなんですけど、なるべくね、サクサクいきたいところではあるのですが、なかなかね、時間が取れなくて、ちょっと時間さえあればめちゃブハーだったけど、ね、時間さえあればね、ほんと一日中やっててもいいんだけどね、飽きないから。さて、今が5時55分、超ゾロ目。いるかな、相手。最近割とね、深夜っていうか、まあ朝方とかでもね、マッチングするときはするんですよね。あ、来たか来たか。憤怒の巨人、痛みが怒り、怒りが力に、手負いの巨人ほど恐ろしいものはない。うん、そもそも巨人自体怖えっていうか、でっかでかすぎるでしょこれこれ人でしょだってでかっ、巨人なんてもんじゃねえってレベルのデカさだなこのサイズと戦うのか、無理だな無理だなみたいな、諦めみたいな。すごいね、ほんと。巨人といえば進撃の巨人どうなったんだろうな。結構18位ぐらいまで読んだんだっけな。ちょっと続きが気になるところだよね。多分だいぶね、話がね、進んでるところのはずだからね。やはりと確信に迫っているんじゃないでしょうか。なんてね、っていうかダメか、ダメなのか。ダメだったらしょうがないな。お、来たか。いけるいけるいける。ブラックアウトはやめて。今5連勝中だよ、確か。確かね。あかんか。お、来た来た来た。よかった。はあ。あ、変えられるんだ。パパ、ルナを守ってね。死ぬか。それじゃ、始めよっか。クリュー。これ先行か。いいな、変えた。そうか、それがリーダースキンってそういうことか。へえ、でもルナちゃんから変えたくないんだよな。あっちゃー、事故っている。あ、これあかんやつか。いけるかいけるかいけるか。ああ、いける。ああ、ノーチェンジか。ああ、レッサーマミー、えらいえらい。とりあえず2マナ引けたのえらい。これ速攻でいくよ。あー、重いかな、ちょっと。え、運営に報告よ。その他、これどうなんだろうね。もう一回行ってみる。割とこの時間帯ってそういうパターン多いんだよな。なんでだろう。あんまりなんかチートとかって人はいないと思うんだけどな。ってかこのゲームのチートってどうなんだろうねって気もするしね。どうなんでしょうね、ほんと。ナイト、僕には守りたいものがある。守りたい人がいる。だから僕は剣を取ったんだ。ねえ、君はどう。ナイト、ないとね。さあ、いけるかな。夜勤明けなんで眠いっすね。すいません、これであかんかったらやめますねまたちょっと不具合報告しました動画になっちゃうけどね。てかそれまだ上げてないかもしれないけど。あかんか。とりあえず真っ白になるじゃん。あ、からのブラックアウトからのやっぱこういうスタートしてる時点であんま用ないんやろなって気がする。おー、来た来た、いけるんか。はあ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 。パパ、ママ、ルナを守ってね。先行やったらいいな。手加減なしよ。本気で行くわ。
あ、悪ない悪ない。あ、高校か。いやでもサンマの欲しいからな。いや、引けるだろうね、クロマンさん。うん、いけるいける。うまいじゃないんだが、まあいいでしょう。なんか相手が1枚しかなくね。あ、じゃないか。え、なんかおかしないか。あれあれ、あれ、なんか相手の手札を枚数おかしいよね、これあれあれあれ、これはまたエラーやんね、これね。てか相手のさっき手札枚数見てなかったな。じゃあ動画見返してみるか、後で。これはこれはダメなやつだね。なんで手札1枚だの相手な、アホなと。あー、なんだろうね、これね。これはまたあれだね、あれなっちゃうやつだね。うん、やっぱダメか。朝方はマッチングできない。ってかマッチングはするんだけど、なんか戦えないな。困ったね。これどうしようもないよね。また多分待ってれば時間ディレイになるのかな、多分。かといってリタイアはしたくないからな。ちょっと待つか。今せっかく連勝してるからね、連勝止めたくないし。なんだっけこれ、あいつや。はああれ終わんないぞこれ。大丈夫か、バグったーダメだろ、時間切れにもなんないか。どうしようどうしよう。どうしたらいいんだいおお、これどうしよっかなやだ、リタイアしたくないよ。かといって強制終了したとしても多分通信がうんぬんかんぬになって敗北判定ついちゃうだろうから、いやーどうしよっかな、困ったな。さっきみたいになんないかな。ちょっとなんで手札の1枚なのちょっとイザベラさん、イザベラさん、イザベルさん、あれどっちだっけ。これあかんよね、これどうしよっかな、ほんと。これ終わらんね、これどうしたらいいんだろうやだ、リタイアしたくないよ。これお互いそういう発想で待ってるんかな相手リタイアしねえかなって書いて待ってんのかな、どうなんだろう。そしたら触せんだな。とはいえリタイアしたくないからな。どうにかならないかな。あ、応答待ちになってる。あ、これチャンスある、これチャンスあるぞ。これは途中で、うん、止まるな。よしよし、もうちょっと待とう。いやいや困ったねこれね。これ相手側がおかしいってことだよね。一応こっちは正常だからな。いやでもさ、チートではないんだろうけどね、バグったんだろうな相手は多分ね。チートだったらだって手札枚数少なくする理由がないもんな。手札1枚からスタートする理由が。私の負けね。リタイアしてくれたんか、うん、なんか申し訳ねえな。ああ、なんか申し訳ねえな、これで不本意な連勝。いやーちょっと今やっぱりこの時間はきついな、やめましょう。
なんか、うん、申し訳ないし、うん、こんな勝ち方してもな違うよね。うん、てな感じで、じゃあちょっとなんかいろいろうさんくさかったですが、こういうこともあるということですね。じゃあどうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。